今回紹介するのは「つくおき」「週末まとめて作り置きレシピ」という本です大人気ブログつくおきのレシピがついに書籍化。週末に作り置きして平日が楽になる150分で14品買い物から料理の流れまで1週間分のおかずをまとめて作るコツが満載 お弁当にもぴったり、作者の,のぞみさんが蓄積された役立つ技もたくさんの読み込みが楽しい料理本です後半のカタログといっても「ちゃんとレシピです」以外は個々の料理のコツも添えられていて上手に作る参考になります SE をされているとのことですが良い意味で理路整然としていて端正で読みやすいです どうすれば1週間食べていけるかもイメージがつきやすく冷凍できるおかずもわかるし作り置きチャレンジにはもってこいの本数品作ってみましたがレシピ通りだとしっかりこっくり味に仕上がるものが多い印象です若い夫婦や育ち盛り向けのしっかり味かな東邦40代なので調味料主に砂糖や油系をやや控えて作りました それでも美味しかったです。鶏胸肉の処理は秀逸です。記載されている簡単な処理をして1日と少し置きから揚げにしたら本当に柔らかくて今までやったお肉を柔らかくするレシピの中で一番美味しかったです。これだけでも買った価値が私にはありました。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。